はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゴミデッキ製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんあの遊戯王1高いカードって何かご存知ですか？多分ですね、私ね、これね、こうしたと思うんですよね。これナンバーズ52ダイヤモンドクラブキングって言うんですけど、あのえげつないくらいダイヤモンド入ってるんですよ。これすごいでしょ。これマジで本当 5億カラットくらいあるんじゃん。これすごいよね。これこのモンスターをですね、今日はね活躍させていきたいというふうに思ってるんですけども、このモンスターね、あのね、めちゃくちゃ強いんですよ。よく見たらなんかネタかなと思うじゃないですか。これなんか見た目的にすげえ強くて、ナンバーズ52ダイヤモンドクラブキングは自分のフィールド上に1体しか存在できませんということで、まあの2体目とか出せないんですけども、レベル 4×2 で作れる汎用ですね。で1ターン2だ攻守0で、ディフェンス3000で1ターン2度このカードのエクシー作用を1つ除くと、ターン終了時までこのカードの守備力を0にして攻撃力を3000にする、まあ、要するに右手に盾を左手に剣をです。あれができる、自分一人だけで、打点3000にできるっていう時点でもうそもそもレベル4が2体なんだから3000にできるんですよ。これ強いっしょ。要はレベル4が2体でブルーアイズになるってことですね。で、このカードは攻撃した場合バトルフェーズ終了時に守備表示になって、でターン終了時までしか効果ないので、まあ、守備が3000でまた治るっていう感じですね。でエクシーサイがない、このカードは攻撃されたダメージ終了時に攻撃表示になるってことで、まあなかったら普通に叩き起こされて死ぬっていう感じなんですけれども、このモンスターね、攻撃力ゼロっていうのがすげえミソで、これ要は効果を使わなければ攻撃力はゼロなんですよ、もともと。だからなんかヤバいカード使ってから打点上げればいいんですよね。例えば、財宝への隠し通路このカードは、フィールド上の攻撃力が1000以下の、モンスター1体を選択し、このターン選択したモンスターは相手プレイに直接攻撃できるという効果なんで、これもともとゼロだから打点が。だからこれ使った後に攻撃力上げて殴れば3000でダイレクトアタックができます。強くね3000ダイレクト強くねってことはですよ、1000上げたら勝ちなんですよ。打点1000上げたら勝ちなんで、だから虚栄虚栄っていう意味不明なカードとか、これはほんとシンプルに絵柄が気持ち悪かったから入れただけです。これ攻撃宣言時に打点が1000アップするっていう、効果なんでね、はい、これで1000上げるとか、あと1機稼いで1000上げるとか、まあ、そういう感じで、打点を上げれば僕普通に湧きができるんで、マジでデュエル時間ほんと1分とかで終われます。はい、いいですね。デュエルリンクスはスピードデュエル、なんか噂によるとね、世界大会はなんか4から5試合するのになんか8時間かかったらしいですけども、今日のデュエルはね、なんとね1試合ね1分2分で終わりますね。はい、神ゲーです。それでは早速ね、クソデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ゴミデッキですまんな、毎回こういうデッキしか作れないや、もう俺の体は。さあお相手の方、ミス城之内。なるほど、ハンド的には勝ってる、バックがなければレッドアイズレッドアイズバックそんな強くないんじゃない。さあレッドアイズインサイト効果、スピリッツ持ってくる。なるほど、じゃあ融合持ってるのかも。はいはい、レッドアイズフュージョン、ブラックマジシャンとレッドアイズ持ち送ってドラゴンオブレッドアイズですね。ブラックマジシャンとレッドアイズ持ち送ってドラゴンオブレッドアイズ、あ、スラッシュのドラゴンの方。なるほど、ドラゴン出さなくていいんですか。レッドアイズスラッシュドラゴン、はいはい、どうぞ。スラッシュドラゴン、はいどうぞ。レッドアイズスラッシュドラゴン、どうでもいい、まあ、妨害札があるかどうかなんですよね。あとはセット、まあ、それスピリッツだ。でも勝ちだろ、これドロー勝ちだろ。カッターシャーク召喚。さあカッターシャークのモンスター効果発動。カッターシャークの効果によってレベル4の魚族モンスターを1体特殊召喚できるね。ほいで、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚。ダイヤモンドを見せつけます。おはようございます、ダイヤモンドクラブキングと言います。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします財宝への隠し通路発動。そしてこのモンスターはレッドアイスピリッツ、はいはい、どうぞ。はい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 、でそれはどうでもいい。でこいつはこの効果で効果発動する。そうするとエクシジェンユニットを1つ使うと3000打点になる。でバトルフェーズ入る。対戦よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。このデッキ希少すぎる。さあお相手の方、エドフェさんですね。エドフェさんなんだろう、これヒーローかな。
来い。モンスターを攻撃表示で召喚。はい、はいはい、誰？アイアンマンヒーローか。はいはい、オッケー。でファリスね、了解。でもヒーローは言うてコスミックサイクロンがちょっときついですかね。コスミックサイクロンだけきついですね。コスミックサイクロンサイクロンか。バック除去さえされなければ、あとマスクチェンジ辛いか。普通にマスクチェンジ、いやバックが欲しいね、これね。バック除去が欲しい人生だったな、これね。コスミックサイクロンかサイクロンをデッキトップで引いてマスクチェンジ打たせてから展開したいですね。できる限り穏便にことを済ませたい。俺は静かに暮らしたい。俺は静かに暮らしたい。俺は静かに暮らしたいって言いながら高校でいきなりワンキルしてくるの迷惑じゃない。融合いいでしょ。はい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 。融合1枚カード1枚いい。あーそれなんだろうな、チェーンなし。サイクロンかな。サイクロンだったらちょっと負けではないけど、まあちょっとうざいね。待って、でもさ、これ1000と3500と1000、1500と1000、オーバーユニットゲイン、ワンチャン勝てるか。で、ここでこれでこうか、こうしてこうで1万カラット出してく。魚2体がダイヤモンドになるの、この魚どんだけ高い。これでスイッチをチェックして、あ違う、サイクロンじゃないね。なんだあれ、サイクロンとコズミックサイクロンじゃないね。攻撃反応系、それともなんかブラックステだ。ダイヤモンドクラブ、えヒーローにさなんかブラックあったっけ。融合しかないよ、だってもうせやとしたら。でこれ通ったら勝ちなんだけど、対戦よろしくお願いします。あちょっと一応オーバーレイゲイン、ちょっと先言っときゃよかったの。でこれはこれはあたやりはいたやりグッドグッドボタン深し。さあお相手の方、渚っち、はい、フォーチュンビジョン来た。フォーチュンビジョンいいね。フォーチュンレディか。なかなか最近フォーチュンレディも見なくなりましたね。なんかマジでさ、なんかさ、こういうさ自分の好きなデッキ回せるとこねえわけ。なんかそのデュエルリンクスの機能でなんかゴミなんだけど、このゲームなんかランク戦しかなくてさ、フリー対戦死んでるからさ、ガチでさインフルエンサー、まあ俺たちみたいなのがルーム開くとかじゃないとさ、マジでさなんかなんだろう、その環境外デッキとかさ、まあ、ちょっとまあそこそんなに強くないけど、まあそこそこおもろいみたいなデッキ回すところないんだけど、一生 CPU と対戦しろみたいな話しかできないんだが、まあこれは運営のなんか態度と言っていいでしょうね。運営の態度と言っていいでしょう。これは手札増えすぎなんだよ、お前ふざけんな。手札増やしすぎなんだよ。どんだけドローすんだよ。上振れたらやばいよね、フォーチュンレディって。上振れたらシンプルに普通に強い。はいはい、まあ、エバリーはまあバウンスできるんで、まだね環境的にはなんとかなるかなって感じですけど、サイクロン欲しかったな。カッターシャーク召喚通ります。カッターシャーク召喚通ります。あ通るんですか。通るんですね。通るんですね。なるほど、ポーリング、あもう通るね。フォーカスターでもない。あれなんだあのカード、怖すぎる問題発生してんな。でこうして、まあ、一応これはワンキル取りに行きますよね。普通にこれはダイヤモンドクラブキングじゃなくてワンキル取られるとか見せますねこれ。デッドリーシーン、おいでデッドリーシーンの効果発動していく。デッドリーシーンの効果発動してオーバーリミットを一つ使って相手のモンスターをまず除去る。普通にシンプルに、ほんではいはい、でビジョンで、除外された効果を高せないとかいうのが謎の効果。一気化成発動、はい、でスキル発動、オーバーレイゲイン。これで雑にワンキル取れるはずなんや。行け行け。おっとチェーン内大丈夫か。あなんかあるぞ。